はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、あの、膵臓癌にかかってしまった YouTuber のサニージャーニー氏に関するお話になるんですけど、新しい動画を公開してですね、時事系 YouTuber は嘘つきだーっていうことで動画で発信してるということでね、いろいろ元光にもリクエスト来てたんで、今回それについて見ていこうかなと思うんですけど、 まあ、自治系 YouTuber は僕たちの嘘を発信していて、まあ、それをいが意図的でないんだったら日本語の理解力がとかまでめちゃめちゃ言われてるんでさすがに元光もねそれについてはねいろいろ言っていこうかなと思うんですけど、まあ、今回ではですね反論 メインではなく元光はこう思ってるというような本音をちょっとね一連の今までのサニー・ジャーニーさんの話題になった話のね本音をねちょっとお話ししていこうかなと思いますあとはですねもう今の動きがね本光的にはもうユタボンくんと完全に重なってるんですよねただユタボンくんは今構成してるような雰囲気があるんでユタボンくんでも構成してんだぞーってような話なんですよねということでこうそこら辺もね見ていこうかなと思います10代のユタボンくんでも 構成しようという動きをしてんのになんでこの人たちは同じことしてんだろうって思っちゃうですよねもう前例を作ってくれてんのにさということで今回その件についてね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますまあ、ということでですねまずはサニージャーニ氏が最新で上げた動画、えー、あの動画から1ヶ月 YouTube の継続についてご報告とまあ、こちらの動画の中で時事系 YouTuber が話に上がった いいるるととうここななんんんでですすすけどど、まあ、先ほどもお見せしたた通りりテロップが出てきたりするんですよね動画内に動画内の一言を拾って意味を歪曲全く違う内容に聞こえるように工夫して動画を作ってくださいますもし意図的でないなら日本語の理解力が点て点んてんてんっていうことで理解力ねえなみたいな印象になるようなねそんなニュアンスの言葉が上がってるわけなんですけど、まあ、こんなことを言われてるんで、まあ、切り抜きとかではなくしっかり えっとその部分をね文字起こししてきましたちょっと長くはなるんですけど見ていこうと思います今日はどんなお話をしたいかというとですね以前こちらの動画でですねということで登録者20万人オアコン収益公開ということで自分たちでこういう動画上げた後にですね 反響があったぞーっていうことをね話していてですね YouTube 存続無理なんですけどという話をさせていただきまして結構みんな驚かれたよねーって本当にいろんなご意見をいただきましたけれどもなんかね変にネットニュースとかちょっと時事系の YouTuber さんとかに取り上げられちゃったりしてプチ炎上みたいになってたのかなーってそこまでではないのかなと感じたんですけどって、まあ、元光もね取り上げてたりはしましたで、えー、こちら赤字になりもう YouTube やめようバイトや やってる方がマシだわーとかって言ってたぞーっていうようなね話をしたんですけどご新規でいろんな意見をくださる方がたくさん来まして僕らとしてはいつも見てくださってる視聴者さんにそろそろ YouTube が厳しいです。 とでも、もうちょっと頑張っていきますよっていう報告のつもりだったんですね。もうサムネにした通り、本当にオワコンだと思ってて、自分たちそんなに燃えるとすら思ってなかったんだよねって。まだ終わってなかったっていうね、いろんな人に取り上げられたわって。取り上げていただいて、まだ終わってなかったということでしょうかって思ったぐらいちょっとびっくりしたよねって。まあ、ネットニュースとかにも取り上げられたって。でね、まだネットニュースになるんですねっていうね、もうネットニュースにはならないと思ってたよね。 ネットニュースにはしないでほしいんですけどねってこんなこと言ったって発信してる以上そんなのを止められることではないからねっていうことで、まあ、ネットニュースになるのはしょうがないねってまだ取り上げてくれたっていう話をしてるんですよねでその後いやでもねネットニュースはまだ大体気をつけた書き方をしてるタイトルだけ過激でね内容はその事実を書いてあるだけでコメント欄が荒れてるっていうそういうフォーマットですけどそのね時事系 YouTuber の人たちは、ね 完全に事実を歪曲して一言だけを取り上げて、まあ、これを男の浩平さんが言って。 で水木さんが怒ってる怒ってるって煽ってるわけなんですけどもう最近こういうスタンスで行くことにしましたからって、ね、開き直ってるんですけど言いたいことは言いますんで先日のライブを経てその方が、えー、応援してくれる人は喜んでくれるってことが分かったんでってで時事系の人たちはね本当にちょっとの部分を切り取って歪曲して全然違った形で発信するんであれはもう嘘ですよっていうことでね、えー、言ってるんですけど まあこれを言っってるる時のののテロップがさっきのものになるんですよね言葉では発信してないですけどテロップの中ではもし意図的でないなら日本語の理解力がっていうことでめちゃめちゃ煽ってくれてるわけなんですけどまあ元光のことを言ってるのかどうか分かんないですけど時系の人が発信してててるる内容は嘘でですすよって言っ言みたいなんですよ、ね、まあこれどのことを言ってるかがよく分からないんではっきりと反論っていう形にはできないんですけどただですね仮に嘘を発信してると元光のは が、ね、発信してるんであれば本光のところにむちゃくちゃ多くの批判とか指摘が来るはずなんですよね。 まあそれは過去に何回もあるんですよ、ね、本当ね、申し訳ない話ではあるんですけど、そういったことは多々あります。気をつけててもおかしい点が出てきて、それは本当申し訳ない限りなんですけど、そういう時はですね、例えばサニー・ジャーニーさんのファンから文句を言われるとか言うんではなくてですね、元光のリスナーさんから指摘が増えるんですよね。まあ、これは本当ありがたい限りで、まさに自浄作用みたいな形になっていて、助かっている限りなんですよね。まあ、なので元光が嘘ば っていうんであれば元光が炎上してるはずなんですよ。 元光は嘘をついているつもりもないですしそれで炎上してるっていう感じも感じれてないんでもし、えー、そうだ元光嘘だっていう人はねぜひこのコメント欄で書いてくださいで、えー、こっちが間違ってますよって絡みに行くと多分それをネタにされるからそれすらもなかなか難しいというっていうことで例えば元光のとかに、えー、指摘に行くとそれネタにされるわっていうふうに言ってるんですよねそれもその彼らのコンテンツになってしまうという っていうことで、俺たちは一方的にやられてんだみたいなことを言っててで、時事系の方もいろんなスタンスの方がいらっしゃる。一括りにするのは良くないよね。って言ってるんですけど、いやまあ自分が一括りにして喋っておいて。いや,やっぱり一括りにするのは良くないよね。ちょっとよくわかんないことを言われてるんですけど、まあ、ここら辺は動画内で。っ 言ってるんですけどど誰ののののこがが嘘ななかかっっていうのが分かんないううんんでちょっと反論のしようもないんですよね、まあ、こういうこと言ってて、まあ、はっきりと具体例は出さないですけどもし意図的でないなら日本語の理解力がみたいな煽りは入ってるということなんですよね。なんだこれって感じがするんですけど今回僕たちを取り上げてくださった方々は本当にそんな商売して楽しいですかって思うばっかりでしたねって。 まあ楽しいっていうよりも、おかしいことをおかしいって言って発信してるだけですけどね。まあそれを支持してくれる人たちが集まってきたり、コミュニティがあること自体は楽しいと思ってますけど、おかしいことをおかしいって言ってるだけだと思うんですけどね、元光は。 まあこういう言葉からも発信イコール商売っていう風な認識なんだなって感じがしましたけどね。いつもドイツは発信イコール商売ってイメージじゃなかったんで。皆さんそれぞれのね、プライドを持ってやられている方もいらっしゃるし、もう割り切って再生回数の回って伸ばそうっていう方もたくさんいらっしゃるしねって。何の取材もせずに、こっちに何の断りもなく、勝手に人の動画を作って、で、それで再生を回して、ぜひ正式に取材を申し込んでくださったら、 ライブでお話ししますんで、悪意のない方とはねっていうことを言ってるんですけど、まあ、要するに取材しに来いよって言われてるんですよね。 全然いつでも来てくださいの方がいい動画撮れるのではないでしょうか。まあコラボみたいな感じになるってことから、はい、誤解があると思いますねっていうことで取材に来てくれたら誤解が解けると思いますみたいなことを言われてるんですけど、まあ最終的にね、そういう動画の予定だったっけ違います。取材をする意味って何なのかっていうところですよね。取材をするっていう理由は、ある事象がありました。A さんと B さんがトラブってますとか、 えまあ会社でも個人でもいいんですけどトラブってますって時にある事象は起きたでも両者の意見聞かないといけないよねっていう話になった時に取材が必要になってくるわけですよねで現在サニージャニーさんが炎上してるのっていうのは自分たちが発信した動画での言葉遣いとかの問題なんですよね、まあ、なので本人たちが発信してる内容なんですよそこに取材をする意味がわからないでしょう えあの言葉の真意って何だったんですかって主催しに行くってことそれ、ね、意味わかんないと本光は思うんですけどね仮に誤解があるんだとしたら自分たちの発信が間違ってたよねって反省しないといけないとこだと思うんですけどね。 元光だっていっぱいありますよ動画作ってたら、えー、こういうつもりで話してたけどでもコメント欄では「いや何てこと言うんだ元光」みたいな「いやでも元光そういうふうには思ってないんだけど」って思っても結局発信者はどう思われるかが大事なんですよねどう思ってるかじゃないんですよそれは仮に一部が切り取られても一緒ですよ 炎上とか批判だとか指摘とかされたくないんであればそういったところに配慮しながら動画を作っていくそれが配信者がやるべきことだと思いますけどねシンプルにわけわかんないかなと思います自分たちで動画上げておいて誤解されたらお前ら誤解だからうちのとこの来いよっていうことでいや自分たちが発信した内容で誤解生まれてるんだったら誤解を時に自分たちで行かないといけないでしょもしくは自分たちではっきりと誤解を解く発信をする必要があるんじゃないのか、ね なと思いますけどねで、まあ、そこで話はこれね、時事系の話は終わって、そういう動画の予定だったっけって違いますっていうことで、別の話が進むということなんですけど、まあ、正直びっくりだなとは思いますけどね。まあ、さっきみたいなテロップ入れて、時事系まで煽り散らかすのかっていうような感じなんですけど、ちょっとこの動画の話は置いといて、もう全体的なね、元つのこの、えー、サニージャーニーさんの話で、 本音を喋っていきたいんですい臓、まあ、がん見つかってクラウドファンディングします中止になりましたオフ施になりましたとかっていう流れがあると思うんですけど元光は最初に動画取り上げた時からサビを疑うのは良くないよねっていう発信をしてたわけなんですねでねこの時元光は喋ってなかったんですけど元光の本心とか願望とかで言うとこの YouTuber とかがクラファンして成功してほしかったんですよ、まあ、なぜなら突然がんということを宣告されたとしても 資金面ととかの心配困るところクラファンっていうもう一つのね選択肢が増えることになるぞと、えー、サニージャーニーさんがね成功していたら、えー、元光が仮に水蔵臓がんになったよってなったらそこで選択肢が増えるわけですよね、まあ、これは配信者だけじゃなくてね もうあの国民全員ということでそんな世の中になることも期待できたわけなんですよ元密的には、まあ、ちょっと保険会社さんには怒られるかもしれないですけど、まあ、生命保険だとか医療保険っていうのはバクチだって言われたりもするわけですよね、まあ、実際何もなく、えー、人生終わってしまったらそれも払い損になるわけじゃないですか極端な話ですよ、まあ、しかし保険会社っていうのはその月々の、えー、お金を集めて実際にその 病気とかになってしまった人にお金払ったとしても、それでもプラスという状況があるから、仕事として成り立っていて、人を雇ってでもやってるわけですよね。まあもちろん他のところからの収入とかもあるとは思いますけど、会社ごとに。まあ、何が言いたいかというと、まあ、少なからず人件費とかで、お金ってマイナスになってるはずなんですよ、トータル見たら。消費者目線で言うとね。 まあそれがですね、がん保険とかに入らなくても、えー、最悪の場合、クラウドファンディングで集めるっていう手段があるぞということになったんであれば、国民みんなにとってプラスじゃないですか。まさに手と手を合わせて、助け合いをしていくっていう形ができると思うんですよ。 まあそれは理想論だ、元光とかって言われるかもしれないですけど、まあそれはそれで前例があったらいいことなんじゃないのかなと思ってたんですけど、最終的にクラファンを中止したわけですよね。えー、まあニュースとかにもなってますけど、まあこの時元光も動画とかで上げていましたけど、やっぱり、えー、この命の関わる話でお金を集めるっていうのはすごくセンシティブな話になると思うんで、いろんな配慮が必要だと思うんですよね。 でそんな中、やっぱりお金集めますって、えー、言ったときにですね、反感があったのは、水蔵臓に身近な人がいるよとか、自分がそうだとか、いろんなそういった人の意見が強かったと元光は思ってるんですね。まあ、その時もいろいろ Twitter とか見てましたけど、なんでお前らだけここでお金集めれんだよって、私たちはお金なくて困ってんだよっていう風な人がいるに決まってるんですよ。当たり前じゃないですか。まあ、なので、元光はクラファンで、まあ、そういった人たちもみんな にお金が回るような、えー、手と手を助け合っていけるようなそんなクラファンの仕方をしてたら良かったんじゃないのかなと思ったんですけどねまあ、ちょっと無知で元道もよく分かってないですけどガンの、えー、かかった人用の基金を作るだとかそれをクラファンで集めとけば良かったんじゃないのかなと思ったんですよね むちゃくちゃ世の中のためになるんじゃないのかなと思ったのと、やっぱりクラウドファンディングって多くの人にその自分のアイデアとかを届けて、世の中を良くしたいっていう意図が必要だと思うんですよ。まさにそういうがんに困ってる人を助けるためのそういうコミュニティを作ろう。コミュニティというかね、お金の問題を解決できるそんな組織を作ろうとかってなっとったらむちゃくちゃすごかったと思うんですよね。 ただ、その時にやっぱり結局、自分たち、自分たちってなっちゃって、周りの世の中を良くしようよりも、自分たちのことを優先してしまったわけですね。まあ、なので、クラファンをするっていう話になったら、炎上したんだと、元光は思ってるんですけど、まあ、その後、お布施という形で、まあ、何に使ってもいいという断りを得てですね、支援してくれる人はお願いしますという話になったわけですね。元三ははっっきりとクラファンでで治療費ですっていうことを 割を経て、えー、クラファンで集めそしてこのお布施の方で、えー、好き勝手遊ぶ、まあ、別に遊ぶっていうのって言ってもねもし万が一のことがあったらそりゃ合流したい気持ちもあると思うんで別にそれは悪いことじゃないと思うんですよだからこっちでそれを集める、まあ、こっちは収支報告しませんよ別にそれで良かったと思うんですよまあそれを最終的にお布施1本にして、えー、支援は治療費以外にも使うかもしれませんで、えー、最終的に余ったら慈善団体に寄付させていただきます とかもうぐっちゃぐちゃなことをやっちゃったらそりゃ収支報告出さないとっていう話になりますよね誠実性に欠けるかなと元光は思うんですよ。まあここら辺に収支報告なんてしたくありませんとはっきり書いとけばよかったんじゃないって思いますけどね、まあ、それをまあ自己都合でいろいろ解釈して収支報告は義務じゃないだとか全てを自分たち自分たちを中心に考えた結果こうなってるんじゃないのかなと思いますけどね。 まあ多くの支援を集めているその支援っていうのは誰かのためにっていう行動してくれた人たちからお金が集まってるんで自分たちも誰かのためにっていう考え方や行動をする必要があったんだと思いますけどね、まあ、少し話はそれちゃいましたけど元光の本音はこうしたセンシティブな話を慎重に慎重に進めていって でこのクラファンっていうものを成功させて新たな膵臓癌っていう宣告とかされた時に何かもう一つ方法があると資金調達のそんな助け合いができる世の中になってくれたらよかったんじゃないのかなと思ってたんですよ、まあ、それが時を経ったらただただ炎上している話になってるってすごく悲しいなと本光は思ってるんで。 せめて区切りをつけるということでも収支報告ぐらいはしてあげるべきなんじゃないのかなと元光は思いますけどね、まあ、実際本人はライブでこういうことを言われてるんですけど他のライバーがですね収支報告してくださいと言われていますということで でまあ、この水木さんがライバーとして活動してるんですけどその周りのライバーにもそういうことが言われてるみたいでねおい水木さんの収支報告してくださいよみたいなそっちにコメントが言ってるらしくて水木大隊長は変な人だからブロックしてくださいだとかそういう発信の仕方をしてるわけなんですよね収支報告してくださいって別におかしいこと言ってないけどねまあ、真っとうな批判も変な人扱いをしてるというような感じなんですよねで、えーまあ、今回元光の本音もお話 したんですけどこののっっっててていうのがままんんん元三は、ね、ユータボン君と一緒じゃんって思ってるわけなんですよね、えー、ちょっと見ていこうと思うんですけどさっきのね、えー、動画内の言葉で書いてたのってもう私たちオワコンだと思ってたけどニュースにも取り上げられてるんだよねみたいな話を入れてるわけなんですけどユータボン君も同じようなこと言ってたよねまあ過去の記事ですけどユータボン10月だけで俺に関するニュース100本だぞ喜びの報告だっていうふうにねこんなこともね投稿して 話題になってたんですよねね当時の炎上しているんく、ね、で他に言うとこちらの方がサニー・ジャーニーさんのライブのことを言ってくれてるんですけどライブの実況を見てるけどきついなーって認知の歪みがすげえやってえっ、ー、とアンチは自分たちに嫉妬してるみたいなことを言ってるぞーって言ってて、まあ、実際にライブ配信でそういうことを言ってたんですけど まあこうしたところも、あのユタボンパパと一緒なんですよね。ユキヤ氏が、アンチたちは自分では何も挑戦できず、匿名でネットで生きがっているだけですね。うまくいかない自分の人生を誰かや誰何かのせいにして、ユタボンみたいに何かに挑戦するものの足を引っ張っている。匿名でアンチコメント書く以外に何もできなくて、挑戦している人たちが羨ましくて嫉妬している。哀れな奴らです。ということで、まあ、批判に対してさ、こういう煽りをしてくるわけなんですよね。 まんまこの親子の炎上と一緒なんですよパターンが。で、あげくのあてにクラファンというか、えー、人からお金を集めるようなことをして炎上してるということで、もう全く一緒で前例まであるような話なんですよね。ユタボン親子の炎上でね、まあ、ある種答えがあるような感じなのに、同じことやっちゃってるんですよ。 まあそしてですね、ユタボンくんもついに気づいて、えー、構成していっているわけなんですよね。えー、最近の話だと今日は英検5級の合格発表で無事合格してました。ありがとうございます。背伸びをしなければ見えない景色もあると思うけど今はしっかりと地に足をつけて一歩ずつ一歩ずつ進んでいきたい。生きていくのにそういう時間も大切だと思っています。人生は勉強しながら冒険だーっていうことで10代のユタボンくんも過去を反省して前に進もうとしているわけなんですよね。ここの 言葉とかね俺、最初、ユタボン好きじゃなかったんさーって、今めっちゃ好きよ。誠実に生きてる。尊敬します。ということで、まだユタボンくんの、えー、この投稿とかも嘘なんじゃねえのとかっていうような言葉とかもあったりしますけど、もとみつはね、まあ、応援していますよ。今のユタボンくん。真面目に生きていく。それを発信してるってすごくいいことなんじゃないのかなと思います。まあ、仮にね、仮にんだよ、えー。これが嘘だったとしても、こういう自分は頑張ってると。 いうことを世の中に対しては見せないといけないんだなっていうのを理解していることが大人になってる証拠だと思いますけどね。 多くの人たちはもちろんなまけたりとかだらけちゃったりするところはいっぱいあると思うんですよでもそれを表に出してあいつクソみたいなのを表面上で言ったりしないでしょそれが社会で生きるっていうことだと思うんですよね、まあ、だから仮にですよ仮に嘘だったとしてもユタボンくんのこういう発信の変わり方っていうのはすごくいい方向にいってるんじゃないのかなと思いますし、まあ、元光はちゃんと頑張ってるというふうに信じていますまあ高校1年生のユタボンくんがこうやってね、えー、悟ったという いうことなんで大人のサニージャーニーさんもちょっと考えた方がいいんじゃないのかなと元光は思っちゃいますねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話ししていきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました